バンテリンドーム名古屋です。中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツ、このゲームの模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発はエースの大野雄大、対するジャイアンツの先発は左のメンです。この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。左の大野雄大マウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは萩尾、背番号12。次が4球目、投げた、打った、これは強烈、入れば先制だ。打球はそのまま伸びていく、ホームランだ、ホームラン、先頭打者ホームラン、白球は無情にもスタンドへ。ジャイアンツ1点先制、1対0。チームメイトが迎えます。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは2番門脇、ショート門脇。第5球投げました、引っ張った、打球はファースト右、中田ボールを掴んだ、中田一塁踏んでアウト。左バッターボックスは3番丸。さあ、4球目打ちました、痛烈、ピッチャー返し、抜けた、丸ナイスバッティングです。バッターは4番岡本、背番号25。第5球投げました、打ちました、ファーストの右、ゲッツーコースだ、一塁アウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。右のバッターボックスは5番坂本、背番号6。第2球打った、フラフラッと上がった、セカンドが落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、ドラゴンズ先制点を奪われています。ツーアウトランナー一塁という場面で中田、背番号6。第9投げました、初球はストライク、まずは見送りました。投球これから2球目、空振り、バッター追い込まれました。第3球一つ外してボール、投げました、打ちました、痛烈、入れば逆転だ、いった、入った入った、ホームラン、逆転ツーランホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、ストレートを狙い打ち、4番の一振りで逆転。こちらが先ほど逆転のシーンです。2回の表、1点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、トップバッターは大城。第4球は打ちました、高橋交代、ファウルグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスにはオコエ、背番号50。次は6球目投げました、打ちました、いい当たり、一、二塁間ライナーで破った、ライト前ヒット、クリーンヒットです。オコエ、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは8番吉川。第2球打ちました、細川、落下点に入った、掴みました、中継、ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターはピッチャーメンです。さあ、6球目、ランナースタートを切った、打った、破った、中継、メンです、ナイスバッティングです。ドラゴンズ同点のピンチを迎えます。先ほどホームランを放った萩尾、ドラゴンズ一打同点のピンチを迎えています。ランナー一斉にスタートします、三振。さあ、リプレイです。大野雄大、ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。2回の表が終わって2対1です。
ジャイアンツ、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは門脇。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れて打ちました。田中取った、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは丸。次は5球目、投げた、打ちました、抜けた。丸、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。右バッターボックスは4番、岡本。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球、打った、ライト前進、これはライトフライに取りました。ランナー一塁に戻ります。中継、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第6球を一塁ランナー自動的にスタート、三振。3回の表が終わって2対1、ドラゴンズ1点リードは変わりません。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で中田。第9、これはいい当たりだ、いったー、一直線、入った入った、ホームラン、スリーランホームラン、中田これで2打席連続のホームラン、初球をうまく捉えました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは大城。第1打席はファールフライに倒れています。第2球、投げた、打ちました、レフト前進、落下点で構えます、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは7番オコエ。さあ4球目、150キロ直球、空振り三振。バッターは8番吉川。第1打席はレフトフライに倒れています。投げた、打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、フェンス直撃。吉川ツーベースヒットを放ちました。今日は安打を放っています。バッターのメンデス、投げた、打ちました、左中間へ持っていきましたが取りました。これで3アウト。リプレイをご覧ください。二塁ランナー吉川、残塁に終わりました。4回の表が終わって5対1です。ジャイアンツ、この回1番からの好打順になります。トップバッターは萩尾。第7球を投げた、打った、セカンド後方だ、セカンド落下点、セカンド取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番門脇。今日はファーストゴロとセカンドゴロ。第9球、初球打ち、あっと左中間、どうだ、ワンバウンドヒットになった、ボールが点々と転がっている。中継、門脇、いいバッティングを見せました。ここまで2安打の丸。第9、投げました、初球打ち、引っ張った、1、2塁間の打球、抜いていった、丸、ナイスバッティングです。ドラゴンズ、なおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは岡本。今日はファーストゴロとライトフライ。第6球を投げました、打ちました、三塁ランナーホームに帰ってくる。ジャイアンツ、点差を3点に縮めました。ドラゴンズ、なおもピンチが続きます。バッターは5番坂本。今日はセカンドフライと打った、これはいい当たりだ、さらに伸びていく、左中間へ大きい当たり、見送った、ホームラン、ツーランホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった。ジャイアンツ、さらに2点を返しました。素晴らしい一発をベンチも祝福。先ほどのプレーです。左バッターボックスは6番大城。今日はファールフライとレフトフライ。第9、投げました、打った、流し打ち、高橋ボールを取る、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。
5回の表が終わって5対4、ジャイアンツこの回3点を返しています。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回のトップバッターはオコエ。さあ5球目、直球空振り三振。バッターは8番吉川。第1球、初球を打ちました。高橋掴んだ、一塁送球、一塁アウト。これはアウトです。ピンチヒッターは郡。バッター郡、背番号37。第1球投げました、逆らわずに右へ、ライト線にボールが飛んでいきますがヒットになります。郡一気に二塁へ、中継、郡ツーベース。ドラゴンズ同点のピンチを迎えます。さあリプレイです。大野雄大降板、右の清水、今日2人目のピッチャーとして登板です。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。代打は松原、ジャイアンツ代打構成に出ます。第6球を投げた、打ちました、ショート後方のフライ、ショート落下点、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ドラゴンズこの回2アウト2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。6回の表が終わって5対4です。船場様降板、マウンドに上がったのは西舘、今日3人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。6回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは中田、今日5打点を挙げています。第9投げた、あーっと、いったー、いった、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、3打席連発、初球から思い切っていきました、ファン待望のアーチ。リプレイをご覧ください。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターは門脇。第9球投げた、初球を打った、三遊間のゴロ、軽快にさばいてワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは3番丸、今日は3安打猛打賞。さあ7球目、打った、内野ゴロ、高橋ボールを掴んだ、一塁へ送る、一塁セーフ、セーフセーフ、記録はヒット、記録はヒットです。第4球を投げた、打ったに当たりだ、ピッチャー返し、抜けた、センターからサードへ、岡本いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、坂本初球から打ってった、一二塁歓迎、田中取った、二塁フォースアウト、一塁送球セーフ、ダブルプレーはなりません。ドラゴンズなおもピンチが続きます。バッターは6番大城、今日はここまで3打数ノーヒット。第3球、打った、痛烈な当たり、ライトへ上がった、掴んで、これで3アウトになります。先ほどのプレーです。斉藤踏ん張ってランナー2人残塁、7回の表が終わって6対4です。ドラゴンズリードで迎える7回です。ツーアウトランナー1塁という場面で中田、今日は3安打猛打賞。第9球投げました、見送ってボール、ジャイアンツここは引っ張りに警戒します。第2球投げました、来た、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、ツーランホームラン、4打席連発、落ちるスライダーを完璧に捉えました。
さあリプレイです。斉藤降板。ここでマウンドに上がったのは橋本。今日4人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。8回の表5点。低めのボール引っ掛けた。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは8番吉川。今日4度目のバッターボックス。第6球を投げました。真ん中空振り三振。バッターは代打長野。第9球投げました。打ちました。これはサード真正面。高橋ボールを取る。サードから一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。橋本三者凡退。無得点に抑えています。8回の表が終わって9対4です。ジャイアンツ何としても得点を挙げたい9回です。バッター松原。次は5球目。打ちました。いい当たり。レフトへの打球。レフト交代。ヒット。打ったバッター一気に二塁へ向かう。松原ツーベースヒット。左対左の勝負になります。今日はここまで4打数1安打。151キロ直球。空振り三振。今日4打数4安打の丸。第4球を投げた。空振り三振。ピンチを連続三振でしのぎます。右バッターボックスは4番岡本。今日はここまで4打数1安打。第2球投げた。打ったに当たりだ。1、2塁間の当たり抜けた。岡本ナイスバッティングです。ドラゴンズなおもピンチが続きます。さあここは抑えたい場面。打ちました。レフト前進してくる。レフト方向へ持っていきましたが掴みました。試合終了です。ドラゴンズ大差で勝利しました。ご覧のようにドラゴンズが勝ちました。勝利投手大野雄大、敗戦投手メンデスでした。ビクトリー。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。